学名オクトパスオケラタスもしくはオクトパスファンシオはマダコかマダコ族に分類されるタコの一種である東アジアの旋回に生息する小型のタコであり沿岸域では古代から食用として漁獲されている種照明はラテン語で「目」このような模様のついたの意味で足の付け根あたりに目立つ「目上門」のあることを指しての命名 和名のイイダコは、イイダコで、一節に、胴部、頭に見える部位にぎっしり詰まった卵胞が、米飯のように見えるからだという。または、その卵胞の食感が、飯粒のようであるからだとも、方言として、小ちダコ、小ちダコや、石ダコ、カイダコなどがある。体長は、最大でも30センチメートルほどで、タコとしては小型である。体表は低いイボ状突起が多い。体色は、 周囲の環境により変化するが、腕の間のひだに金色の環状紋が二つあることと、両目の間に長方形の模様があることで多種と区別できる。また、興奮すると、銅、俗にタコノトと呼ばれる部位や腕に黒い縦帯模様が現れる。北海道南部以南の日本沿岸域から朝鮮半島南部、航海及び、 中国の沿岸域に至る東アジアの旋回に分布する。なお、沖縄で、シガヤーと呼ばれるものはイーダコに似ているが、正しくは腕長隠れダコである。波打ち材から水深10メートルほどまでの岩礁や天石が点在する、砂底底に生息する。外洋性のマダコに対して、波の穏やかな内湾に多く、日本本土では、 テナガダコ、オクトパスマイナーマイナーと生息域が重複する。昼間は、石の隙間や、アマモ場に潜むが、大きな二枚以外の貝殻や捨てられた、き缶、空き瓶なども、隠れ家として利用する。夜になると海底を移動しながら、餌を探し、海岸性の甲殻類、多毛類、貝類など様々な定生生物、ベントスを捕食する。天敵としては、人間のほかマゴチや、 エソ類などの大型肉食魚が挙げられる。産卵期は冬から春にかけてで、石の間や貝殻の中に長径4ミリメートル程度の半透明の卵を産む。この卵はマダコよりもうつぶでちょうど米粒くらいの大きさがある。産卵後はメスが卵のそばに止まって卵を保護し、卵が孵化するとほとんどのメスは死んでしまう。いす。 統合分類学情報システム及び NCB 国立生物工学情報センターによる本種、オクトパスオケラタスの分類上の位置は未確定である。オクトパスファンシオとシノニムの関係にあり、系統分類学的にはまだ議論の一致を見ていない。なお、左右下段で示したウィキスピーシーズでは、オクトパスファンシオに分類されている。また、オクトパスファンシオには、 海分類として、次の2種がある。魚老の対象としては主にタコツボ漁で取られ、イイ湖コ用のタコツボは、大きな2枚以外の貝殻、または、それを模したプラスチック製の貝殻が用いられる。日本では、イイ湖コ漁専用と思われる小型のタコツボが古く、弥生時代や古墳時代の地層から発見されている。現代におけるイイ湖コのタコツボ漁は、瀬戸内海沿岸及び、 九州西部のものがよく知られていい。海岸からの釣りで割と手軽に取ることができる。イいダいコは白いものに飛びつく習性があるが、これはイいダいコが獲物である2枚以外の白さと見誤って襲いかかるためと言われており、その錯覚を利用した天野という釣りが知られている。釣り具店などでもイいダいコ釣りのための天野が市販されており、白色のほか、ピンク、赤など海中でも目立つような、 鮮やかな着色が慣れている。その他、水仙や、落橋の球根、肉の脂身などを鍵に取り付けて釣る技法がある。また、キスや黒鯛釣りの下道、本来の釣る、目的魚とは違う魚として上がることある。一般に、炭袋、目、カラストンビの状況、ぬめり取り、下茹でなどの下ごしらえが推奨されている。煮る時に酢を少量入れると柔らかく煮えるとされる。 歯ごたえのある身と濃厚な旨味のある卵は微味である。卵胞が十分成長した産卵直前のメスが沈徴される。市場には主に10センチメートル前後のものが出回る。塩でもみ洗いしてから塩ゆでし、丸ごとお伝酒など鍋物に、もしくは、ぶつ切りにして、刺身や酢味噌あえなどで食べられる。他に煮物、炊き込みご飯、タコ飯、唐揚げなど。オスは、壺、 すぼけなどの名で呼ばれ、卵を持たないため市場での価格もメスより、安くあまり流通していない。韓国ではよく利用される食材であり、煮物、唐辛子味噌炒め、鍋料理などに用いられる。日本で、三な口、韓国語、語義、生きたて長田子、英語表記と知られている料理は、生きたままぶつ切りにしたいいが子ではなくて長田子である。一方、 中国にはタコを食べる文化は見られず、従来の中国料理にタコを食材としたものはない。メゼと呼ばれる、様々な前菜の盛り合わせの一つとして用いられる。主にグリルで焼き香ばしく焦げ目のついた足を食べる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。